こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は石川県白山市北陸本線松任駅南口にやってきました。一部の北陸本線特急サンダーバード号や白鷺号停車する駅ということなんですが、松任市の中心部の駅、しかし2005年に統合されまして白山市となっています。周辺の町村と合併してできたのが白山市。白山白川郷ホワイトロードとありますが、秋になると紅葉がとても綺麗な道です。やはり有名なのは2702m を誇ります白山。489系を使用しました上野発長野経由金沢行き。残念ながら長野新幹線開業時に廃止となっています。この奥が北陸本線松任駅。頭上を見上げますと高架線ということですが、この奥が金沢方面、そして反対方面が白山総合車両所方面。この先北陸新幹線敦賀まで開業しますと頻繁に列車が通過します。現在は回送列車のみとなっています。駅前の紹介はほどほどにしまして、この後向かうのはと思ったんですが、こちら D51822号機、蒸気機関車の姿を見ることができます。駅前に展示ということですが、どうやら中に入れるようです。 D51 の822号機、こちら後方部分となりますが石炭を積む場所。残念ながらゴミを捨てる方がいらっしゃるようです。反対を向きますと石炭を入れる釜、現在中の方は分かりませんが、いろんな機器を見ることができます。そして今回の本題となりますが、こちら松任駅から歩いて約15分程度の場所に金沢総合車両所、松任工場現松任本所でいろんな車両が見れるということらしいので、この後行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。南口から北口の方にやってきました。前々から来たいなと思っていたのですが、なかなか機会がなく今回となってしまいました。さらに右を向きますと本所の番線が見えてきます。早速ですが懐かしい車両を確認することができます。歩いて15分程度かかるのかなと思っていましたが、正面まで15分というところでしょうか。反対側が北陸本線松任駅。この後ぐるっと一周車両の方見ていきたいと思います。名前が変わりちょっと紛らわしくなっていますが、金沢駅と東金沢駅にあるのが金沢総合車両所。現在は運用研修センターと名前が変わっているようですが、車両配置はそちら。そしてこちらの松任工場現本所ということになりますが、車両検査などが行われているようです。そして車両解体も行われているようで、以前489系の解体作業を行われていたようです。早速ですが正面の車両はクハ 415-802、 製造は1964年、もともとクハ 111-342 ということだったんですが、クハ 415-802 となっています。直流車両から交流機器を取り付けまして、硬直両用ということで415系。大阪府にありました高槻電車区、その後京都に転属、そしてこちら金沢にやってきた車両。そして反対側にはもう1編成クハ 415-805、 両編成とも自走することはもうないのでしょうか。急
旧車ということなのか廃車解体待ちなのか定かではありませんが、ともに国鉄型車両、七尾線などで活躍、乗車しとけばよかったなと今思います。3両編成ということですが、正面の車両はクモハ415の805、右を向きますとさらに3両連結、こちらはクハ415の808。さらに毛利量を確認することができますが、モハ412の4と見えます。そして正面には EF81 型トワイライト色となっていますが、正面の形式プレート取り外されています。そして奥にもう1両ということですが、形式プレートの方は取り外されていますので、何号機かちょっと分かりません。そしてさらに奥に車両を見ることができます。車両に近づけるのかなと思いましたが、どうやらこちらがマットー本所正門だったようです。いろんな車両所や車両センター訪れていますが、やはりこちらも広大な土地、本日も歩数が稼げそうです。敷地内を見ていますが、歴史のありそうな車両展示されているわけですが、近寄れないのが残念です。先ほど本所正門と言いましたが、どうやら通用門北側、こちらが正門のようです。トラックなどの積み荷、重量を測る装置使われてるんでしょうか。先ほどから松島駅周辺を歩いていますが、水路がたくさんあります。本所北側にやってきました。工場ということですが、中の様子は伺うことはできません。こちら住宅街の公園ということですが、正面が本所、線路がありまして、列車の方はやってきません。奥の建物は研修庫でしょうか。中には683系の姿を確認することができます。ちょっと距離がありますが、レール輸送車を確認。大半の車両は金沢の運用研修センター所属となっていますが、一部の貨車はこちらの本所所属。映像では確認できないと思いますが、建屋の中にディーゼル機関車415系、413系、この先果たしてどうなってしまうんでしょうか。ということで先ほどの場所に戻ってきました。松島駅から一周しますと徒歩約30分、正門までは15分程度というところでした。本日車両の方見てきましたが、吹田に廃車改装されるのか、こちら本所で解体作業行われるのか定かではありませんが、この先動きがあればまた見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで白山市松島本所から失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。